毎度ゲーム実況ユニットモズとハイニエのハイニーです。さあ今回から始まりますウォッチドックスの DLC バッドブラッドをやっていきたいと思います。この物語はレイモンド・ケニーことキーボーンがね主人公の物語となります。なんか来たわ。ここで何してる？おお、キーボーン、そいつは俺のコーヒーだぞ。おいおい、人のコーヒー飲んでるやん。まず一つ目、こいつはたかがコーヒーだ。二つ目に、ブームに忍び込んでるっぽいな。俺は本部の練習に雇われて、ここのシステムの侵入テストをしに来たんだ。しかも喜べ、異常なしだ。お、絶対悪いことしてる。お、電話だ。あ、トビアス。そうだな、錦鯉の問題はなさそうだ。長谷川さんじゃん。伝えとくよ。ルーターもチェックしろとさ。ああ、またなんか薬やってんじゃない？ありがとう、じゃあな。トビアス。事務方はいつもこうだ。疑われてる。おい！あ、飛び上げた。おおおおおお。でっけえレンチで。でっけえレンチがレイモンド・ケニーの打撃武器ですね。ここにいたらブルームに居場所がバレる。さあ、ここから操作です。応募した時はブルームにかなり期待してた。セールストークに惚れ込んだんだ。革新的なことができるってな。実際は初めから壊れてた。まあ、CTOS っていうね、こう全住民を管理するシステム、レイモンド・ケニーが作りましたからね。さあ、古巣に、自分の古巣に忍び込んで何をしようというのか。部屋をロック。なるほど、フォークリフトあるな。あ、カメラあるわ。いや別にないな。操作感はまあまあ一緒ですね。当然 DLC なんで割とエイベルと変わらない感じかな。くそ、閉じ込められたか。すぐにシステムの脆弱性を見つけないとな。解除。あ、いますね。上一人上がってってる。あ、今ちょっと失敗したかもしれない。やめろ、銃を使うんじゃない。オモックソレンチでぶん殴ります。うまくやればこのバカどもを自分たちのオフィスに閉じ込めておける。うん、おお、ちょうどきた。なんかそこにいるな、多分その奥にいますね。しまった。中に何かないか。はい、おるおる。カメラ。通路を見張ってろ。オフィスを調べる。わかった。よし、今なら。狙い。オッケー。あと二人いますね。三人か。とりあえずここはなんとかなる。なんかないか。素材。もしくは武器。なさそうやな。よし、じゃあ行きますか。カメラないかな。あるある。ちょっと離れてますね。横向いてるし、逆側のも逆向いてるんで今追いついてます。 OK、 OK です。そしてそいつ、あ、エレタンか。先にこっちだ。よいしょ。でもこれ閉めよう。外に一人いますか。危ない危ない。やめろやめろ。違う違う違う。これだ。オッケー。さあ一人多分今部屋に閉じ込めれましたね。無事に脱出できそうです。あ、停電。エレベーターの電源を落としやがった。俺を閉じ込めるつもりらしいな。よし、どうすんの。上か。まあ、大体こういう時ね、トム・クルーズはエレベーターの上からシャフトを抜けますからね。よいしょ。侵入。くそ、街でセキュリティ会議でもあるのか。この鍵は開けてるね。開けきますね。わ、多いな、お前な。警備めっちゃおるな。
バレてるだ、レイモンド・ケニーって。そう、聞いてる。親父が一緒に働いていたんだ。うまいそうだが、一旦親しくなればいいやつだし。あいつまあ、レイモンド・ケニーはどういう名前にするかっていうのをちょっと実況する上でやっぱ考えないといけないなと思ったよ。エイデン・ピアーズはね、世直しマンっていう名前で、もう世直しをするためにこう悪を裁くみたいな感じで話したから、いけ！あれ？爆発せんな。うん、あ、したした。時間差か。すぐしないんだ。一人倒したな。やべやべ言うて。これここに周囲を引いて、この部屋に多分一人閉じ込めれるかな。二人来てくれたらええけど。二人来るか。一人しか行ってないな。一人中入ったらロックで多分出てこれなくなるな。あ、シャッターも閉まるわ。あと3人ですね。上は一人はあんまり気にしなくていいかもしれない。よし、このままちょっと必勝で倒したい。サイレンサーついてるから。 OK、あいつは殴るか。ちょっと怖い。うろうろしておる。あ、もう一人おるな。オッケー、部屋の中のやつは無視で、あいつに見られそうになったんか。上上がります。レイモンド・ケニー、本編の最後で人の役に立つのが好きだって言ってたんで、人の役に立ちたいマンにしようか。人の役に立ちたい、立つのは好きだって言ってたからな。よし、ここにいればしばらく安全だ。人の役に立ちたいマン。脆弱性を見つけないと。脆弱性、そこやんな。あとはなんもないっすかね。周囲を引く、なんでこんなとこにあんのやろ。よし、じゃあこのパソコンを。また侵入、これですね。いきなりなんか大きいな。いけるかな。 OK、 あとはこれでいけます。どうなる。お、開いた。体出しつかん。上がりだ、行くぞ。よし、おお、めっちゃ撃たれてる。めっちゃ撃たれてる。大げさだな。やば。よいしょ。やばい。電車を止めたので、ちょっと電車を縦にします。ここ開かへんかな。あ、痛い。乗ろう。オッケー。よし、閉めた。電車は動き始めたな。よし。見てください。丸、地図。右下の地図。どんどん離れていってます。何食わぬ顔で。見てください。ティーモンドちゃんは。レイモンド・ケニー。ティーボーンの顔、何食わぬ顔で今脱出しております。現場を離れている。人の役に立ちたいな。無事脱出完了です。怖いな、これ連結部分落ちそうよ。あ、右下の地図がエリア出ましたね。これであの白いエリアから出れば追っても来なくなります。まあ、追ってきてないけどな、最初から。よし、ちょうどギリギリ駅のところで抜けます。Let it go. 抜けた。さよなら、ブルーム。楽しかったぜ。楽しかったぜ。ティーボーンのサイロに向かえが出ましたね。これ時間軸的には多分本編が終わってエイデンと別れた後じゃないかな。シカゴ戻ってきてるもんな。バイクがありました。さあ、これに乗ってサイロに向かいます。電話だ。あ、エイデン。エイデン、単なる終了報告だ。いよいよか。脱出計画。やっぱ本編の後っぽい。ブルームのシステムに偽の痕跡を残しておいた。これから2週間俺はウィチタ、アマリロ、トゥーソンに出没し、メキシコのどこかに消えていたんだ。CTOS にダミーデータを
アップロードしてた。前海から片道の船に乗る。状況が落ち着いたら何らかの方法で連絡するが。さすが CPOS を作った男やな。まあ、気をつけろよ、ティーボン。今度は面倒に巻き込まれる。そのつもりだ。アディオス、アミーゴ。ここかっこいい、かっこいいところです。ジャンプ。ういー。めっちゃジャンプする。かっこいい。さあ、ゴールでーす。拠点っぽいっすね、ここが。サエロ。まあ、もう離れる言うてたからな。こっちか。ハニー、ただいま。裏口かなんかかな。生存の第一原則。常に裏口を使う。なるほど。いや、合鍵を作るなか。合鍵は、玄関のね、前のマットの下とかに隠したらダメですよ。見た目は悪い、居心地も悪い。家とも呼べないが、必要な時にいてくれたな、ベイビー。キーボーもいろんなところに拠点持ってそうやな、エイデンと一緒で。なんかオブジェがあるわ。番犬を起こさないとな。ウォッチドックス。トーキングアニマル好きやな。芸術家やな。ハードディスクは朝になったら壊そう。お、すごい。めっちゃモニターあるやん。そいつらを使う機会はなかった。何枚あんの？被害妄想が実現して死んじまうよりはマシか。眠りにつきあって警備システムを。警備システムがウォッチドックスだよな。なるほど。この穴蔵での最後の夜だ。少し眠っておくか。寝ましょう。休息。いや、いいよ。ちゃんとベッドで寝れるからな。お風呂とかはなさそうやな。風呂入ってなさそうやもんな。あの頭やし。さあ。睡眠です。レインワーダー。誰や？あ、トビアスや。錦鯉の長谷川さん似のトビアスですね。元ね、ブルームの同僚ですね。よっしゃ、俺は出ないぞ。ガン無視を決め込む。まあ、ここの二人は確かにつながりはありますよ、ね。邪魔すんな。分かった、分かったよ。さあ、出ます。10年ぶりだな。そうなん。そんなにな。さっきかかってきてたけど。なんなんだ。レイ、警察を呼んで。いや、待て、呼ぶな。来るかもしれない。俺の居場所がわかるか。落ち着け。また例の発作発生か。発作？レイモンド、奴らに殺される。わかるか。わからん。一体誰に？何の話や。奴らに何かで殴られた。失神したらしい。多分トランクに入れられてる。あ、連れ去られてんのか。追跡できるか。うん、いまいちだな。 GPS 信号が途切れ途切れだ。そうか。地図にマーク上げてんな。こいつはまずい。フィクサーと同じくらいまずい。くそ。分かったよ。すぐに向かう。フルアはかなりヤバい状況らしい。うん。だが俺がシカゴを出るなら今しかねえ。シカゴを出るか。チキシャン。見殺しができない。いや、出ましたね。人の役に立ちたいマンが早速出てしまった。見捨てては出ていけないシカゴ。せっかくな、CTOS にダミーデータ送って脱出しよう言うてんのに。なんだ。携帯の電池が切れそうだ。頼むから急いでくれ。落ち着けって。あ、ちょっと待って、前の道路走ってるわ。トランクの掛け金を探せ。新型の車ならあるはずだ。いや、
バイクある。そうか、なら車は古い方だな。結構近いとこ走ってたんで追いつけそう。奴らがトランクの掛け金を外したのかも。そこに工具は入ってるが、仕切りの中にジャッキがあるかもしれん。わかった。ああ、ジャッキがある。これでトランクを開けるのか。そういうことだ。だが開く音は聞かれたくない。なるほど。あちこち叩きながら開けろ。なるほど。大声も出せ。すごい、的確な判断が。さすがレイモンド・ケニーだな。助けて、助けてくれ。開いた。成功だ。トランク開けろ。何が見える。路上に。シカゴだぞ、どこにでもいる。ああ、パイロンだ。たくさん見える。着いたり消えたりするな。先回りできたらいいんやけど。忘れろ、建物はないか、フルは。商店とか、なんか見えないか。わかる。あれは、見えた。ダメだ。左折する、したな。おいおい。先に流ろう。あ、ない。どうやら公営住宅みたいだ。ウォード地区っぽいな。今目の前通ってる、目の前通ってる。ルーは他には。見つけた見つけた。ばかりだレイモンド。いや見えてる見えてる。見えない。結構早く追いついたんだ。まだ会話続いてる。見つけた。よし。トランクを閉じたままにして。覚悟を決めろ。無力か。何の覚悟だ。今から。あいた。こっちが。こっちが。こっちが無力化された。結構バイク。ごめんなさい。車を乗っていくかも、時間がない。ごめんね、人の役には立ちたいんだがいかんせん今トビアス第一予選。おい、ちょっと待って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 、ダメだもうこれ、もうダメだ。おい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 、やめてくれよ。ちょっと乗り物が欲しいです。どんどん離れてます。やばい、その車遅そう。その車ダメだな。あ、これ速そう。おし、彼降りるんだ。俺は人の役に立ちたいもん。人の役に立たせてくれあれ車遅くね。あんま動いてないね。思いっきりぶつかるかこれ。えらい徐行してんじゃん。 OK、 出てくる。あ、出てくる。ちょっと待ってろ。俺は人の役に立ちたいもんだ。オッケー。ホール大丈夫？何の？え、ちょっと待って、これで、あ、しまった。これで逃げないといけない。ぶつけるべきじゃなかったやばい、車壊そうとしたのが裏目に。ちょっと待って、ちょっと待って、何もないところを抜けていこう。よし、大丈夫、今のところ見つかってない。円の外はそこです。すいません、みんなバーベキューしてるところ申し訳ない。あ、出れるわこれ。よっしゃー、はい、脱出決定。大丈夫そうだな。トランクの中は全く想像もつかない。最後に会った時はめちゃくちゃだった。煙がすごいから。エイデンが見かけた時のやつはホームレスで、何かの薬で死に滅裂だったらしい。死に滅裂でしたね。その全ては俺のせいだとでも思ってるんだろうな。そうなの、ケニーのせいなのか。やめろ、やめろ。もううるせえよ、静かにしろ。さあ、ギリギリもう車爆発すんせえよ。ぶつけちゃった。よかった、ムービーになったわ。もうボコボコやん、車。やべえな。大丈夫か、トビアス。生きてる？もうここもベコベコですよ。よいしょ。落ち着け、お前。落ち着け。なんだ、レイモンド。六角レンチで暴れるんじゃない。俺を殺す気なのか。イカレ野郎のくせによく言うぜ。いい帽子かぶってんじゃん。俺は行かれてない。それでお前は何をしてフィクサーを怒らせたんだ。そうやぞ。俺？原因はお前だよ。あら、未だに逃げ回ってるんだぞ。お前がローズと一緒にブルームを内部告発してからずっとな、いい人生を送ってたのに。
よく言うぜ。こっちはお前が行かれてるせいで面倒なことになったんだぞ。行かれてるせいで、そうなんかな。どうなんだ。ローズは死んじまった。そうやぞ。それにお前が2003年に起こしたあの事件。あれで何人死んだ。またその話か。めっちゃ言われるな、それ。あれは俺のせいか。このクソ野郎。いや、そんなつもりじゃない。助けてくれて。CTOS のね、不正をリークしようとして、なんかいろいろやって人が死んでしまったよな。11人か、めっちゃ死んだな。人が死んだ。リンジー・ガルシア、ジェレミー・コナーズ、もっと聞くか。全員の名前を言えるぞ。なるほど。逃げたら必ずブルームに見つかる。何しろそうできるようにコードを書いたのはこの俺だから。そうですね、見つかるとまずやばいですからね。いいか、だがもう一度ブルームに侵入して情報を奪う必要がある。優しい。また潜入すんの。だが俺のものに触るな。決してシステムをいじる。長谷川さんのために。そして決して触るな。近く脱出するのをやめて、長谷川さんのデータを、トビアスのデータを書き換えるのか。それから絶対に俺のビールには手をつけるな。ビールには手を出すな、お前。酒は飲まない。人の役には立ちたいが、ビールは飲まれたらぶっ殺すぞ、お前。ビールだけはダメだ。さすがですね、世直しマンとは違いますよ。電話をしないと。誰に？シーラ・ビリングス。ビリングスです。誰や？謎の男。あなたなの？死んだと思ってたわ。寂しかったか。まさか。報告書の山がどんどん高くなっていくんだから。何もやな。あなたも手伝ってくれる？いや、不足してるんだ、金と物資がな。仕事はいくらでもあるわ。ラッキークイーンとイラクが死んだ今、ギャングもチンピラもゲリラもこぞって取り分を奪い合ってる。確かにな、余計荒れるよ。なのに部内には信頼できる人がいないの。適切な指示さえくれれば引き受けるぜ。いくら？納税者の金で町から悪党を追い払う制度が機能するってのは素敵じゃないか。悪い子ね。お、なんか仕事くれるらしい。仕事を送るわ。マップをチェックする。この人のミッションをずっとやっていく感じかな。グループ。それともサブクエなのか。シカゴサウスクラブよ。当てた。シカゴサウスクラブ。クイーンの坊やが指揮を取ってる。クイーンの坊やってことはクイーンの子供ってことか。息子。わかった。一度きりのターゲットもいれば、メールを1日1回送信してほしい相手もいる。監視されていると伝わるように。なるほど。言っておくけど、もし捕まったら。あんたは知らない。そう、潜入する前に私に連絡して。なるほどね。さあ、ということで、レイモンド・ケニーのね、新しいストーリーが始まったわけですが、また今回もクリアまで 4K 高画質で動画を出していきたいと思いますので、ぜひ応援していただけるとありがたいです。チャンネル登録、高評価がまだの方はポチリよろしくお願いします。感想、コメントもよろしくケロー。じゃね、バイバイ。